ドゥルン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 3日間、かけるチーズだけで生活できるのか。このピリ辛がもううぜ、チーズがうぜ、もうやかましい。これは50度走ってる。シンプルにタバコ買ってきてね、もう切らしてるから。ということで、僕が3日間でしたっけ、はい、はい、3日間蒙古タンメンだけ生活、はい、なれるのかという企画やらせてもらいましたけれども、はい、はい、いや、そうだったっていうか、やらされましたけれども、はい、次の番ですよ。あ、うわー、はい、早いね。次生活なんだろう、これなんだろうな、お前。1週間昆虫生活やっていく企画、こちらなんじゃ、うん、うん、せーおー、おー、おー、かっこいい、かっこいい。ドゥルン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 、俺の名前よ。3日間、かけるチーズだけで生活できるのか。おー、かけるチーズか。いやー、やばい、きついぜ。これはもう、試食にするのはやばいやろ。やばい、でもね、比較的まだね、優しい方だと思うんですよ。味変ができるっていうのがいい。プレーン、スモーク、ベーコン、唐辛子、この4種類、計18本、1日6本食べれると思いきや、1日5本しか食べれません。え、5本？なぜ18本かと確かにまあまあまあ、そのルールはね、僕が説明しますから。おー、まあ、やるやつ決めていきましょうか。あ、そうだそうだ、僕が決めていいですか。あ、いいぞ。あ、指令制だよね。指令制だよ。ここまで来たらもう、なんで俺見るの。もうね、イライラ欲しいんだけど。そうだね。おいおいおい、多くなったことだし、動画でちょっともうちょっと爪痕残してほしいし、そうだね、タツキやりましょうか。おやーおやーおやーいやー、絶対こいつだと思ってたタツキがこれやるという。おーい、やったことあるし、今ない味覚とかそういう、なんもない、なんもないし、この3つですよ。腹減ると思うんですよ。あ、その時に、はい、お願いしてください。ああ、なるほど。お願いしていただいてください。ああ、なるほどね、そういうことか。で、こちらも僕が持っておきます。ただで飯手に入ると思うね。そういうことか。残念。こちらのルールを徹底してやってもらいます。はい、じゃあまず最初の1食から食べてもらいましょうか。そうだね。まあ俺プレーンからいくわ。こう避けるんすね、こうこうね。これ気持ちいいよね。ああ、そうだね。これうわ、俺ここ裂くの超好き。あ、いいね。そっか、クリってるやつね。おい、やべえ、もう見えた。俺3日目叫ん超だるくなるわ。そのまま直でいくやつだよ、多分。お、どう、うん、おいしい。まあ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 ね、最初はそうよ。やっていきましょう。うぇーい。まあ初日ですよ。もうね、後先怖いんだけど。ただこいつベーコン、はいはいはい、もしかしたら希望の光になる。ああ、まあ確かにね、味知りたいからちょっと太めにちょっとちぎりますね。ああ、なるほど、チーズソムリエや。味全然変わんねえ。あ、あ、でも後味ベーコンだ。あ、あ、激しい。ベーコン、ベーコン激しい。もう俺編み出した。ここ結んだところのここの歯ごたえ超楽しい。おお、これ絶対楽しいわ。それ歯ごたえやばいやつだ。この太さやばいやばい。ああ、これはいいね。もうあれ見る、マカロニみたいな。うわっ、うわっ、ちょっとこれいける。来た来た来た。減りが早いから寂しい。寝ていますね。寝てますよ、たつきさん。寝てますよ。おやかましい。うまいよ。これ初めてだ、匂いが起きるって。あら、合わせてんじゃん。炒め飯がうまいよ。いやー、来て、待ってるさ。うまい。そんなに俺を炒めって楽しい。めっちゃ楽しい。マジで。エンジョイさ。別に犬追っかけた後に俺が映るってどういう状態なの。なんで2日目の5本目にして、もう俺このままかじるっていう、もう方法に行った。まあそうなるよね。さっき車降りてきて、うん、第一声目、俺一日中腹鳴ってるわ。ずっと鳴ってる。今も鳴るもん。それよりも、それよりも、うん、はい、こう、どこや。よくぞ言いました。僕の実家です。おー、実家久しぶりだよ。覚えてる、この子の名前。みんな知ってるかな、この子の名前。せーの、おてつうえ。全部同じ味すんだよね。これちょっとピリ辛なんだけど、ね、うん、もうこう
このピリ辛がもううぜ。あ、唐辛子とでもチーズがうぜ。でもね、俺ね、まだね、使ってないんですよ、3本おー、まだ誰も使ってない、誰も使ってない。なるほど、僕持ってますから、ちゃんとリュックに入れてますから。使います、使います、今日使います。使うにもね、やっぱ各々の条件っていうのありますから、ね、そう、あー、そうだ、誠意のこもったお悩みたいですね。わかってくださいよ。土下座の最上級見せたわけ。最上級お願いします。わかる、このポイント。ん、あの、もう手を上に向ける。手を上に向ける。わかる、もう後輩くださいが始まってん。なるほどなるほど。犬に邪魔されお手がすごい。 お手いや、お手じゃない、お手じゃない。これはおもろかったらもらうわ。リボンがマジでスペックされた時のマネ。あああもういい、もう進めて。もういい、いいのいいの。正解です。似てます。これはイケイケのリュック出た。イケイケ、まあ、イケイケのリュックっていうことでちょっとフィルド下がるんですけど。じゃあ行きますか。はい、これ俺にデレデレデデデデデデ。俺これに喜んで自分が恥ずかしい。そこまで落ちたか、お前。ついに落ちたな、落ちたな。これでかい。え、もう何本食った合計。合計これで11本目。結構いってるね。やっぱね、5本ね、食わないっつうか、ついになんか保釈しないのきつい。これはちゃんと裂いてくる。味わってる。サクと味がしないよね。そう言ってた、初日から言ってた。うん、もう大きくないと、うん、食い応えがない。うん、幸福のラッパ恥じないとね。え、雑じゃない最後。え、うわ、ラーメンって豚骨が一番うまいじゃん。あー、そうで、その中でもやっぱ家系って濃厚なの。あー、ほんまだな。やっぱりそのラーメン屋とかで、あのチーズ食ってるパワーがいないじゃん、さすがにね。あら、あずさん、おー、ちょ、いたの。ラーメン来た。ラーメンって寒い時食うとめっちゃうまいらしいね。本当だった。シンプルに投げてるさ。腹になるとか通りましてね。なんないもん。あ、ならないんだ。ならないでもね、屁が出る。屁が出る。ガスで取るの一応確認なんだけど、ミラクルに。何十歳。チーズも余ってる。なんですぐ出るの。すぐ出たよ。最終までここでつけます。まあでも高いただね、上げてる。まあ俺はとりあえず 50m 走ってて、外でさ、こう出てさ、走って戻ってきて、そこまでしてチーズもらえないと嫌だわ。君はこれしかないんだよ。やります。はい、やります。これをもらうよ。そうだな、じゃあまあシンプルにタバコ買ってきてんだよ。卵買いに行けばいい。あ、それ、これだったよ。でも全然シュートだから、僕に。あ、なんだ。もう。ねえ。甘かったか。いや、ほんとに。マジで。ミールに汗かいた。な、涙する。ほんとに来た。おぉ。おぉ。素晴らしい。素晴らしい。これが王政だ。なんかさ、感覚だから分かんないんで、余計ハッハッと決意を。はい、最終日の残り2本です。これ今、あ、今開けちゃった。スモークとプレーンなんですよ。これ一番味ないから。匂いがあるもの食いたいわ。匂いがあるって、あ、もう一口目から、あー味濃いってなる食べ物が食いたい。もうなんかキムチとか食いたいし、ラーメンでもいいね。そういうのが食いたいわ。俺ちょっとさっきちょうどみんなでラーメン行ってて、この服さっき着てたんだけど、ラーメンのニュースのね、これ俺あえて着替えたくないで。なんでかっていうと、これに味がないから。じゃあちょっとこう、こうやるとちょっと、ちょっともう、チーズ生活終了。よっしゃー。いやー、もう終わり。いやー、見よ、お前やばすぎ。長いの、マジ早いな。早っ、いいなぁ。絶対地獄見させてっから、お前。いや、この3日間俺からしたらバカ長いから。今日なんてお前ら 50m 走らせてんだよ、俺。ふざけんなよ。空腹がやっぱ一番ダントツつらかったけど、ね、あんなにチーズあったのに。いや、ね、食えてもチーズなのよ。 あれめっちゃきつい。たまんない腹。いや、まあまあまあ、
まあ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 お前ら持ってるあの救済の一本まあまあでかかったね、やっぱ。あ、やっぱでかかった。でかい。おあのね、5本って一番ちょうどよかった。多分ギリギリもう一本欲しくなるところ。そうなんだ。あのギリ飽きてないけど、ちょっともう一本ぐらいあったらいいなぐらいな。ただ体重は全く変わらんかった。まあ、脂質がすごいからね。年のせいだね。マジで1回ぐらいもういいでしょ。やっちゃっていいじゃん。さっき体重測ったら初の70キロ台だったんで。言わないでください。言わないでください。お前ゼロじゃん。いらっしゃい。いらっしゃい。一度3日間、まあ、かけるチーズでも人間性ができるってことですね。そうだな。なるほど。かけるチーズだけでも。で、まあ、ちゃんとこの3日間で太ったっていうことは、太るんだね。そうだね、あんま関係ないんだ。はい、頑張ったらと思ったらチャンネル登録がよろしくお願いします。よっしゃー。次は誰になるのかな。バスティーズ。困った時のバスティーズ言いがち。バスティーズ。